スプリントしながら松木と小川が行く、高い位置で取る、中ディエゴ、足元つながった、コントロール、阿部が来てサポート、打てない、戻して柔らかいボールで、今日なんと小川2得点、いい守備から最後ゴール前に詰めていきました。ボールロストの後の守備からでしたね。一段階その強度的なものが東京は上がっているようには見えますし、清水からすると、まあ、本当は、ね、カウンターを打ちたいところなんですけども、前に運べずに横パスのところを狙われて展開にちょっとついていけてないようにも見えるぐらい、速くなりましたね。これはダイナミックな素晴らしい攻撃でしたね。はい、